いが始まります。まずは一組目の準決勝、実況国武健二さんでお楽しみください。オッズパーク武雄で開催の第33回共同通信社会 G2 開催3日目、大詰め10レースを迎えます。さあ、いよいよこのレースから S 級の準決勝戦3番勝負が始まります。距離は2025メートル、オッズパーク武雄400番区5周回での競争です。勝ち上がりは3着まで、サバイバル準決勝1つ目、ラインは3分線です。対戦メンバーです。まずインコースから1番は熊本中川誠一郎、2番は群馬木暮康義、3番大阪稲川翔、4番茨城吉田拓也、5番は京都稲垣博之、6番千葉鈴木博士、7番岡山岩津雄介、8番神奈川増谷秀之、9番京都村上博之、以上のメンバー、準決勝10レースが争われます。さあ、まず京都の2人は稲垣村上、5番、9番大阪稲川、ここは近畿のトリオです。関東地区は茨城吉田に群馬の木暮れ、4番2番熊本中川、どうやら関東の後ろを選択します。岡山7番岩津は決めず、難関は千葉の鈴木、神奈川松谷6番、8番、ラインは2人となります。S 級の準決勝戦10レースの発走です。号砲なり一呼吸を決まってインコースから九州一人熊本、1番中川誠一郎を追っています。外枠から岡山7番岩津雄介です。離れまして3番手群馬2番木暮康義、京都府の9番村上博之、大阪府3番稲川翔です。遅れまして茨城4番吉田拓也、6番千葉鈴木博士、京都5番稲垣博之、しんがりから8番神奈川松谷秀幸、並びはこれから2センター第4コーナー向かっています。まず1番中川が舞い寄っています。1予選8番手まくっての2着、2次予選は山田秀明まく4着でクリアしています。1周目1コーナーあります。その中川の舞へと群馬2番木暮れ入ります。1予選8番手まくっての2着、2次予選は平原の逃げ乗っての衣装です。欠場後復帰のシリーズも動きは上々です。そして茨城4番吉田拓也がその前に入ります。1予選4番手まくっての3着、2次予選は同県鈴木隆二の先行に乗って2段掛けを取っています。まず4番2番1番3名が前です。1予選は逃げての4着、2次予選は3番手まくっての快勝は5番稲垣中段を取っています。1予選は山田久乗りまく4番手伸びての2着でした。同じ京都の村上博之がつけます。シリーズは3着2本とまとめたのが大阪の稲川翔、近畿の3名中段です。1予選まくっての快勝、2次予選候補まくって平から木暮れ岩津へ切り替え3着でした芝の鈴木、今日は神奈川8番松谷がつけます。シリーズは3着2本とまとめて岡山岩津が難関の後ろ様子見でしょうか。3周目第2センター向かって、まずは鈴木松谷難関の2人が挙げます。岩津が一旦はそれを追っています。前から吉田拓也は下げます。稲垣の方が4番手上切り替えます。稲垣村上中川近畿の3名外並走です。内側吉田木暮れ中川を抑えています。さあ、今度は前段鈴木松谷の難関で抑えます。さあ、5番稲垣が抑えます。鈴木は中段を取って後方から4番吉田が叩く。さあ、吉田が叩きますか。前から稲垣が逃げる流れとなりました。近畿3名先行中段は鈴木。さあ、鈴木中段
4番吉田拓也、4番手からホームからまくった。吉田拓也4番手からまくる。先行稲垣、マークは村上、3番手稲垣それをまくる。吉田拓也、木暮安、関東勢がまくる。8番の増谷がそれに乗り換えたが、さあ2番の木暮は切り替えました。後方から1番中川誠一郎一発仕掛けました。先行稲垣博之、マークは9番村上博之、そして3番稲川翔、近畿の鳥を中尾8番増谷に突っ込んできました。村上博之、稲川翔、稲垣先行、乗った村上博之、稲川翔、勝ち番増谷が果たして3着届いたかどうか。近畿で決まったか、増谷が伸びたのか、勝ったのが9番の村上、マークの稲川翔、9番3番3着通過、中をついた勝ち番増谷が伸びたのでしょうか。体勢的にはどうやら9番3番8番なんでしょうか。2着争いどうでしょう。8番5番接戦です。このレース2着争いは8番5番接戦です。ゴール体制は9番3番。準決勝10レース決定放送までお待ちください。10レースをご覧いただきました。3着争いに注目というレースになりましたけれども、井上さん、はい、稲垣選手さすがの走りだったんですけれども、ね、稲垣がね、前を叩いて先行でしたけども、吉田が巻き返す時にそのぐんと踏み上げるそのタイミングの良さ、やっぱうまいですね。そうですね、やっぱそう簡単にかまさせないような走りができてたというと、まあ、これはもう時期ではね、坂本君がもうやっぱ専門ですから、はい、そこのところじっくり聞いてみたいですね。いかがでしたか。いや、うまさですよ ね、やっぱりね、赤番で、吉田君がね、まあ、前を取って引いてきた時、4番手稲垣君とそこ並走になりましたよね。だからあそこ、まあ、粘ってて稲垣君は前には行くには行ったんですけど、すんなりもっとね7番手まで引いた方がすぐまた来るんじゃないかと思って、もっとねレースが早めにね動いたと思うんですけど、はい、ちょっとね1着9番、2着3番、3着8番、お客様に武雄競輪第10レースの払い戻し金をお知らせいたします。枠番連勝